では2019年度青山学学学院大学経済学部英語長文学問解説したいいと思います私の解説動画は英単語、英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう。各問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文は読まない考える。2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る。3つ目が英文は抽象から具体に進むということです。 この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出来して、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れっていう経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 二つ目が作者問題作成者の意図を見み取る。英文読んでると、バットとかハイバットとか、逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。でそういう作者の主張になっている部分が、説問になりやすいんですよね。なので作者問題作成者の意図、主張を組み取ることが、正答率の向上につながります。 3つ目が、英文は中小から具体に進む。第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くてわからないこと多いですよね。で最初からわからないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。 なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいとで。そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういう英文の構造っていうのも一緒に確認していきましょう。 攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていってメインテーマを掴んでいきますで。その後話の展開を類推していって、類推した話の内容が正しいかどうかを確認します。なので、まずメインテーマを掴むと。で、メインテーマが掴めたら、あとは類推確認。ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 では、英語長文本部の方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。でピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に書く文がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語っていうのは英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私は、ここ私も読み流す見流す程度でやっていくので、あくまでもうマーキングしている単語、ここを見てメインテーマを扱う、それから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、マーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか 作者の主張ととか名ここういういいいろをマーキングしていきたいですね逆に言うともうすでに出てきた話とか分かっている情報というのはマーキングする必要がないですねだってもうすでに分かっているんだからあくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップマーキングしているんだということです では最初見ていきましょう。はい、新しい情報ですね。in アメリカ、レタスとニュースペーパー。アメリカでは、えっ、ー、と、新聞に対して手紙を出すと。They have been around been as long as newspaper have ということで、まあ結構長くね、新聞が登場した時代から続いてますよということは言われています。で、その後、はい。Z-Bridge is one of the country's most basic models,、uh, um, basic m o f political uh, participation, e、uh, participation, eh, 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 アベラクルかハベラブルということで、えーと、政治への参加が手に入るベーシック、基本モデルだっていうふうにこれ言ってますね。はい、つまり、まあ、これ多分昔の話でしょうね。今だって新聞に手紙出さないですよね。新聞に手紙出さないから、あー昔の話だと思うんですけれども、まあ、新聞にこう手紙を出すっていうことがこう、 まあ参政権じゃないけど、政治への参加のあとまあ、やり方の一つであったみたいなことをこれ言ってますということですね。はい。でその次ですね。They are also written, overwhelmed by m o n t 言ってますから、これ。はい男性によって、A、説明になってますけど、これ、overwhelming。つまり、これはいいですよね。ターゲット1900も、ね、載ってると思いますけれども、も over って言ってるのが、男性によって、they are also written.they ってこれ何のこと言ってるんですか これ、イっていうことはもうすでに出てきているから、それらって言ってるんですよね。英語長文本文上に出てきたものの中で、で書かれているものって何ですかもう一つしかないですよね。レターですよね。レターですよね。レタースティンニュースペーパーですよね。はい。だこの手紙ですよ。手紙を投函する、ね、新聞に投函するのが、圧倒的に、これ、オーバーだからね。圧倒的に男性の方が多いって言ってるんですよ。まあ、これ、A もいいですよね。そうすると、どれが正解かというと、 A はこれ3番ですね。モンストリということです。はい。っていうことは、ここで、ステップ2、話の展開の類推していきましょうということですけれども、男性が圧倒的に多いってことは、そのまず対比関係ですね。女性は投稿をあまりしないっていうことが言えますよね。ここまず1つ目ですね。ステップ2、話の展開の類推。さらに、じゃあ、ここもあと結果と原因ですよ。 ね。男性の方が投稿する。なんでって話ですよね。その原因ですよね。ここもわからないから、この後おそらく作者が説明してくるはずですね。はい。ここ原因と結果。ね。 結果は出てきてますけど、原因がまだ出てきてないってことは原因の説明があるでしょうということですね。はい。え、ここも、ここも類推することができますね。はい。第二段落以降、だから原因の部分をちゃんとピックアップね、していきましょうということですね。はい。見ていきましょう。で now that most g e n e r a l i s happens online ということですね。はい。まあ、今はオンラインだよねと。まあ、これも対比関係を起きてますよね。やっぱり過去と現在のこれ、対比ですね。はい。過去は手紙だけど、まあ、今は結構オンラインだよねという感じです。 で、まあ、オンラインでやるんだよっていう内容がね、これずーっと同じ話が繰り返されているだけです。で、はい、そのオンラインのコメントっていうのもやはり、リトゥンバイマンですよ。はい、これ、同じ話の繰り返しが来てますよね。もう完璧にここと同じですよね。リトゥンバイマン、リトゥンバイマン。これ2回も同じ。 単語が繰り返される、同じ意味が繰り返されるってことは、これは非常に重要だから繰り返されるんですよ。重要というのは、つまりメインテーマに近い、近い、作者の主張に近いわけですよ。はい、だからここでステップ1ンですね。メインテーマを掴むというところで言うと、ここで、ね、ほぼ掴めたんじゃないですか。つまり、この投稿、新聞とかへの投稿っていうのが、 ね、ジャーナリズムへの投稿っていうのは、男性の方が多い。逆に言うと女性が少ない。これについてのメインテーマなんじゃないかということが、これステップ3でね、あ、ステップ1でね、掴めるんじゃないかなというふうに思います。はい。ですよ。まあ、何度も何度もこれ繰り返されている。明らかにこれ重要ですね。男性によって書かれているっていうのがは,はい。で、その後ですね、The, えっと、in equality,、はい、the inequality というふうに来ました。これ、不平等。それが不平等って言ってますね。 それって何ですかここもザですよ。指示語ですよ。ザとかザットとかゼイとかディスとか。で、そういうものが来たら、何のことを指してるのかって一回立ち止まって考えないといけないんですね。ここのインイークオリティは非常に重要ですよ。ザインイークオリティは。何が不平等なんですか もうすでに出てきてるんですよ、不平等が。何が不平等でしたっけ不平等って言うからには何かと何かを比較してるわけですよね。対比関係が起きてるものですよね。もう一つしかないじゃないですか。まあ、二つあるのか。でももう一つですよね。男性と女性ですよね。まあ、過去と現在の対比っていうのもありましたけど、男性と女性ですよ。ね。男性と女性の不平等が起きてる。不平等っていうのは、つまり、男性の方が投稿していて、女性の方がジャーナリズムにあまり投稿しないという、この不平等ですよね。はい、の さっき言ったけど、原因がはい、comes from って来ましたね。comes from ね。これつまり原因がここから来そうですね。はい、あ。やはり原因が来るぞ。ということで、これステップ3ですね。ここから流出した内容が正しいかどうか確認していくということで、まあ原因もね、確,かに確認していかないといけないですね。原因ははい、confidence。これはいいでしょう。説問になってますけど、ど、no、うこれは簡単ですよね。ターゲット1900のもう基礎の基礎ですよね。はい、ギャップだと。つまり地震ですよね。これ地震。B は、 えー、なので、自信なので、どれが正解かというと、これはもう一番ですね。はい、ベロエイフということです。はい。自信に差があるって言ってますね。つまり、男性と女性で自信に差があるって言ってるんですよ。これ、ステップにまた話の展開の類推に繋げていきたいんですけれども、じゃあ、どっちの方が自信があるんですか男性と女性。これはわかりますよね。考えたら。どっちですか男性ですよね。だって、男性の方が投稿してるんだから、 そうですね。投稿してるっていうことは多分男性の方が自信があるから投稿するんじゃないおそらく。SNS とかもそうじゃないですか。自分の投稿内容に自信があるから SNS、インスタとかに上げたりするわけじゃないそうですよね。っていうことも考えたときに、これはおそらく男性の方が自信があって、女性が逆に言うと自信がない。そういう話になってくるんじゃないかっていうことをこれ類似することができますね。あとはステップ3。類推した内容が正しいかどうかを確認していきます。はい。見ていくのもその後来ますよね。うま、あれすらいくらいで think、スケ l ル enough to write とか来たじゃないですか。 女性の方がつまり自信がないんでしょうね。逆に言うと男性の方が自信があるということでしょうね。はい。えー、さらに女性は、まあ、その、ね、投稿する内容とかスキルにも自信がないのと、さらに、はい、まあ、これでこっちが内容か、アイディア、ね、えー、に対してもなんか自信がないみたいなことを言ってますね。で、次、見ていきましょう。はい。で、one example,、ね、具体例ってきますね。具体例、何の具体例ですか これ、ポイント3です英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しですから。これ、ワンイグザン、イグザンポーって言って、わざわざここから作者が、皆さん読者に対して、ここから具体化していきますねって言ってるんですから。その前の抽象的な内容が、これ、ここから具体化されるわけでしょ。ってことは、前の抽象的な内容、つまり、男性と、今メインテーマですよね。男性と女性のこの自信の差ですよ。コンフィデンスギャップですよ。 で、男性の方が自信がある。女性の方が自信がない。そういうふうな、ね、具体例がここから出てくるんじゃないですか。ね、まさに、はい、男性と女性。ね、えっ、ー、と、male and female c h a r a c e shooting。はい、出てきてるじゃないですか。女性と男性出てきていて。ね、えー、science のなんクイズをやりましたって言ってますね。はい。で、科学的なクイズをやって、gress at results that get on each question right ということで、まあ、推測したって言ってますね。つまり、自分の回答がどれくらい正しいかというはい、推測しました。 その結果どうなりますかっていうのをこれもうステップに話の展開の類似しましょうよ。どうですかおそらく男性の方が、男性の方が自分の回答が合ってるっていう風に推測したんじゃないですかだって自信があるんだから。 逆に言うと、女性は自信がないから、自分の回答が間違ってるっていうふうに推測したんじゃないですか。こういうふうにまたステップに話の展開の流水できたら、とステップさん確認していくだけですね。そうなってるから。はい、見ていきましょう。ウーマン、はい。えっ、ー、と、Imagine that their science ability was much worse than that it really was. 放送じゃないですか。ね実際よりも間違えてるっていうふうに推測してましたね。なんでかというと、自信がないからですよ。 これ、ここの内容の、ここの段落の内容の具体化ですよね。同じ内容が具体化されているだけです。で、Man didn't have that problem. で、だから段差逆ですよね。ということですよね。はい。段差自信あるから。ということですね。で、次の段落いきましょう。で、Taking a science quiz,、uh, private in one things, but writing a public letter is another というふうに、これまたね、対比関係をしていますね。はい。i e n c e のクイズと、 えっと、まあ、パブリックレターっていうのは違いますよと、アナザー違いますよということを言ってますね。何が違うんですかねってことですよね。まあ、それがよくわからないんで、この後具体がされてくるんでしょうね。はい。で、アナザーの内容がまた、英文は抽象から具体ですよね。えー、具体をちゃんとピックアップしていきましょうということですけれども、はい、何が違うのかって探していくと、Writing in Public is a, はい、ここに書いてありますね。Particular Challenge って言いますね。 公、ね、に投稿する方がより難易度が高いって言ってますね。でもこれ考えたら分かるんじゃないですか。皆さんもそうじゃないですか。そうですよね。だってみんなに見られる内容と自分だけが見る内容だったら、まあ、みんなに見られる内容の方がやっぱり緊張感ありますよね。投稿するときも。この内容本当に間違ってないかな、大丈夫かな、炎上しないかなみたいな緊張感あるじゃないですか。 自分だけが見るんだったらね、別に何を、ね、書いたっていいと思うんだけども、やっぱり公が見るってなったら、それはやっぱり緊張するでしょだからよりハードルが上がる。まあ、普通にね、こういう風に考えられるんじゃないかなという風に思うんですよね。はい。あとね、じゃあそういうことなんじゃないかなということで、ステップ2、話の展開、あ、ステップ3ですね。まあ、類似した内容が正しく確認していくと、まあ、そんな感じの内容ですよね。えっ、ー、と、 そうですね、だから自信が必要だみたいなこと言ってます。ここですね。えっと、とりあえず、オンライン、アン e ィサイズ、フォ i n g エロス、イズ、リディサーティクル、アト e a r my opinion ね、じゃあ自分の意見とかこう、ね、オンラインとかに投稿したりね、えー、するのには、要は、まあ自尊心。まあ自尊心、つまり、これセルフインポータンス、言い換えられてますけど、つまり、何の言い換えですか、これ。英文は同じ話の繰り返しなので、同じ意味の単語が繰り返されますよ。でも、だでも、 表現が変わる。だから皆さん気づかない。だから泥沼にハマるんですよ。これも実は同じ話の繰り返しです、ね。新しい話なんか何にもしてないですよ。セルフインポーターンスって、これコンフィデンスの言い換えですよね。つまり自信ですよ。自分自身の自信。自尊心。ね。が、やっぱりあるかないかですよね。だあると投稿できるし、やっぱないと投稿できないですよね。っていう。ね。だからそのハードルっていうのがやっぱパブリックになっちゃうと上がりますよね。 うん、っていうことをこれね、言ってるだけですよね。はい。で、なんか Facebook とかも出てきましたけれども、要はね、女性っていうのは、ね、女性っていうのはやっぱりハードルがありますよね。っていうことをね、これね、えっ、ー、と、言ってるだけですね。はい。で、次見ていきましょう。 で、えー、っと、次ですね。で、two different kind of c o m m i e n t なん地震にも2つの種類がある。これは新しい情報ですね。今地震の種類の話はしてなかったですね、これまでね。新しい情報なんで、ここはマーキングしていきたい。で、具体化されてますね。my opinion is correct. で、自分の意見が正しいという自信と I am interpreted to be h e a r d ということで、自分の意見を聞いてもらえるという、まあ、自信権利。 それを2つの自信というふうにこれ言っているわけですね。はい、早速、具体化されていますということです。英文は中小から具体、同じ話の繰り返しです。でその後見ていきましょう。In many cases, confidence man, h a r is not particularly justified ということですね。はい、男性の自信っというのが正当化、特に正当化されていないとか言っていますね。これもなんか新しい情報な感じがしますから、マーキングしておいた方がいいですね。男性の自信が正当化されていないの正しくない。 どういうことなんだろうってことですね。意味がわからないですね。はい。ので、この後、おそらく具体化されてくるだろうということですね。で、なんか、ね、研究とか調査もしてますね。はい、スタートいいって言ってますから。ね、これも、ここの内容をおそらく具体化している。 調査でしょうね90% did not e x p r e s s the refer e to an article published by the paper ということで、はい。アーティクルね、えー。記事の内容に対して、のと、uh, を expressly、まあ、言及してない。記事の内容、つまり関係のない内容を90%書いていると。おう、いうことですね。男性が。はい。The last of the letters we read、uh, didn't make sense ね。意味のないレターを送ってると。たくさん送ってると。無意味ないレターを送っていると。で、some of the letters, さらに言ってるのが、address as m a n y as, 18のディファレントタビーですね。もう全然、だから多分違った話の,話の手紙を送ってるともう自分の言いたいことをただ言ってるだけみたいな感じですね。だからこれをのと、パティキュラルジャスウェイ正当化されてるのは正しくないと言ってるんじゃないですか、ね。つまりもう自分の言いたいことをね、もう言ってるだけで、全然新聞の記事とか、ね、ジャーナリズムの記事の内容と全然関係のないことを投稿したりしてると。 ということをこれ言ってますね。だからもう内容なんかに意味なんかないんですよ。全然関係ないんで。内容なんか意味ないんだけれども、まあ、一種なんか自己満なんですかね。わかんないですけれども、ねえー、ただただこう投稿してるだけで、そこになんか正当化するものは特にないっていうことですね。これをね、えー、not particularly justified というふうに言ってるということですね。で女性っていうのが、はい、えー、何かというと、less l i k e l to fear, internal to say something t h a t think their opinion is correct. これも新しい情報ですね。はい 自分の意見が正しいかどうかっていうことよりも、自分が意見を言う権利がないこと、ここ,こ,こエンタイトルってここにも出てきてましたからね、つまり権利がないことに対して、えー、権利がないというふうに思っているということを言ってますね。はい、これは新しい情報をマーキングしておいた方がいいですね。C は、ね、もう今言っちゃいましたけども、C 何が正解かというと、えー、これは2番が正解ですね。あら to ということで、まあ、許される、ねえーまあ、権利があるとういうことですね。で次の段落いきましょう。はい、Even if woman,、uh Uh, can overcome social norms to become more sure of their opinion ということで。まあ、あもし仮に女性が、ね、えー、自分の意見に対して、まあ、あ確信、この sure っていうのは、まあ言わない、これもまた言い換えですよね。まあ、あ confidence 自信の言い換えですよ。つまり自信、自分の意見に対して自信を持ったなら、ね、現実は持ってないけど、もし持ったと仮定したなら、ね、えぇ、uh、w o m e likely face a negative reaction に遭遇するって言ってますね。 はい。意見に対して自信を持つってことは、まあ、投稿はだからできるようになるわけでしょ自分からメッセージを発信することはできるようになるわけですよね。自信を持つから。だけれども、じゃあ、メッセージを発信したところとて、また今度ネガティブなリアクションが来るって言ってますね。で、これは、あなんですよ。あ、ネガティブリアクションなんですよ。ザ、ネガティブリアクションじゃなくてね。これでかいですよ。あなのか、ザなのか。このネガティブリアクションっていうのは、まだ英語長文本文中に出てきてないんですよ。だから、あなんですよ。 これもしザ・ネガティブ・リアクションだったら、そのネガティブ・リアクションなんで、もうすでに英語長文本部中に出てきている話になるんで、じゃあ何のことを指しているのかっていうふうに探しに行かなきゃいけないんだけれども、これはあらからまだ出てきてないですね。この後このネガティブ・リアクションについて具体化されますよっていう、これは作者から皆さんに対するメッセージが来てますよ。はい、ちゃんと受け取ってくださいということです。はい、じゃあどういうネガティブ・リアクションに遭遇するのかと。いうと、はい、うま、プッシュリーフォースフォリー・イン・ザ・オピニオン。なんかまあ、 フォースとか言ってるから、まあ、力強い、つまり意見を持った女性っていうのが、ね、えー、they are probably aren't going to be very popular. あまり人気がないって言ってますね。これなんとなくで、ね、も分かるんじゃないですか。ここね、あんまりねちょっと詳しくね、この英語長文がね、説明してくれてはないんですよ。正直言ってね。あんまりちょっと具体化が不十分ではあるんだけれども、まあ、ここが一番でも分かりやすいか、一番具体化されたところかなと思いますね。これつまりどういうことですか 力強い女性、力強い意見を持った、はっきり主張できる女性があまり人気がないって、これでも皆さんもなんとなくわかるでしょ。つまり、まあ男尊女子、女みたいなイメージじゃないですか。やっぱ女性はなんか男性にこう、ついていってみたいな、ね、こう、なんか柔和な大人しい、ね、えー、何でも意見を聞く、こう、従順な女性が、こ,こう、なんか女性の理想像みたいなものが世の中にあって、ね、だから、 逆に言うとこうね、意見をこうズバッというような女性っていうのは、あまりこうなんか人形の中から人気がないね、みたいな。そういうことをこれ多分言いたいんじゃないかな。っていうことはね、ここでちょっとね、ちょっと類推が必要ですね。類推が必要なんですけれども、ここはね、考えてほしい。だから、英文をただ和訳直訳してるだけだと、こういうところで気づけない。理解できないわけですよね。ちゃんと考えてくださいと、ね。というところが求められてきます。 はい、でこの、えー、とキャラクターラ,、ね、ラクトライズはいいですよね。えー、これは、まあ、キャラクターとか言いますから。えー、これは、まあ、ターゲット選挙者が基本だと思いますけれども、おどれが正解かというと、えー、と D はこれは4番かな。はい、ディスクライブですね。A、えー、が正解になります。で、えー、とその後ですね。で、ウーマーはもう1つのメンツとフェイスハラスメントね。ハラスメントに。 落ち入りやすい。な、さっきの、だから男装女子みたいな話じゃないですかね、ハラスメント。おそらくそういうことを言ってるんでしょうね。えー、これ、和訳の問題ですね、B っていうのは。はい。皆さんで確認しておいてください。で、スピーキングアップキャノン、えっと、make you a target for negative opinion. またネガティブってきましたね。はい。えー、だから、ネガティブなオピニオン。まあ、つまり、ネガティブオピニオンをターゲットにされやすいっていうことですね、女性が。ね。スピーキングアップだと、自分の、だから、声を上げると。ね。 声を上げると、意見を言うと、ネガティブなターゲットにされやすい。つまりネガティブリアクション。だからこれ同じ話をずっと繰り返してるだけですよね。一行目をねはい繰り返してるだけですけど。ずっと具体化が進んでるだけです。で、次見ていきましょう。はい、ザースしたがって、ウーマンはヘルシタントシェアゼアオピニオンズインローカルナショナルパブリケーションということですけれども、このヘジシタント、もし単語の意味を知らなかったとしても解けますね。これはプラスですか、マイナスですか女性ですよ。 だって今散々に従ってってことはこれ純接できてるわけですから。純接の前は、スの前は散々マイナスです。ネガティブ、ネガティブ、ネガティブってずっと言ってきたのは、これは明らかにマイナスの単語でしょうね。で、で、女性が、つまり意見を共有どうですかしやすいですかしにくいですか方向。しやすいのしにくいのって言うと、しにくいでしょうね。だって、ネガティブなターゲットになるんだから。 ねあ、あの女性はなんか自分の意見ズバ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 言ってるけどなんか気に入らねえな、みたいな。ね、女は男の方を死に敷かれてればいいんだよ、みたいな。そういう世の中の風潮があるわけでしょそういう中でシェアはしにくいでしょね、いい。なので何が正解かというと、これは2番でしょ、ね、リラクタント、えー、ということでしょ ?3 番もまあマイナスですけど、フロビービッね、禁止するということですけれども、まあ、禁止まではされてないですよね、別にね。別に投稿するのは自由ですよ女性だって。投稿するのは自由だけれども、 投稿したところとてネガティブなこうリアクションがありますよ。っていうことですよね。禁止は別にされてないですよ。っていうことですね。 で、えっ、ー、と、で、まあとは、ま、最後かな。で、まあ、there are groups in the United States. だけど、まあ、アメリカには、なんか、helping women overcome social norms to more fully participate in society ということで、まあ、と、もっとね、こう、女性の地位を上げるというか、ね、女性の意見がこう、受け入れられやすいような社会っていうものを作っていこうっていう、なんか、そう、グループがありますよ、みたいなことを言ってます、ね。まあ、新しい情報なんで一応マーキングしましたというレベルです。 では、あと、説問解いていきましょう。はい、3番からですね。えー、一致するものには1番、一致しないものには2番ということで、一致するか一致しないかですけれども、1番から見ていきましょうか。はい。I said you found that woman tend to do worse on a science quiz than they think they did ということですけど、これは明らかに間違いですよね。はい。え、女性っていうのは、つまり自分の、ね、サイエンスクイズ出てきてましたけれども、点数、実際の点数よりも低く見積もってたんでしょだって自信がないから。 自信がないから低く、これ真逆ですよね。真逆です自分が思ってたよりもえ実際の点数が低かったじゃないですよね。えー、自分が思ってた、えーと、実際の点数よりも自分の思ってた方が、えー、と低いわけですね。推測の方が低いわけですね。はい、これ逆なんで一番は間違いです。 では見ていきましょう。Many of the letters written to the North Carolina newspaper were rambling and、え、non-sensual、ー、ということですけど、戦士格か,か戦士格ということですけど、これは正しいかどうかでいうと、これは正しいですね。はい、そうですよね。だからね、投稿、男性とかの が投稿してたけれども、そこに対して、not justifying みたいなことを言ってましたよね、えー。not justify って言いましたよね。ここですね。はいですよね。っていうのはね、ね、えー、これはろくなね、えー、内容が、ねえー、投稿されろくな内容というか、まあね、えー、全然関係のない内容が投稿されてましたね。n o n s e n s ンシカルということですね。 はい、で、えー、その次見ていきましょう。3番です。If women express their views, they fear trouble from strangers ということですけども、これも正しいですね。はい。女性というのは、ね、こう、投稿する情報を発信しても、ね、やっぱり自分の投稿がというか、ネガティブなリアクションを受ける。ね。まあ、これをフェアトラブルっていうふうにまあ言い換えてますね。英語長文本文上とは若干表現が違いますけれども、結局ね、言っていることは同じですね。ということなので、これ3番も一致しています。4番。Am prefer to pass to ん、あのフェイスブック、この時点で、ね、間違いですよね。だって女性っていうのは自信がないからフェイスブックとか SNS とか投稿しないんでしょしないのよ。これ、プ r ファー r to ポスト t って投稿することを好むわけがないじゃないですか。これは明らかにメインテーマと逆を言ってるので4番間違いですね。はい。なんだこれ2番。で5番。で、5番。えっと、メインピポイントウェアスソサイティーディスアップローブオブアザーティブアンドコンフィデントウーマンということですけどこれは正解ですね、はい。だから女性のやっぱり 地位というのが低いわけですよね。女性の意見というのは受け入れられにくいわけですよ。ね、アプローブ、ね。不承認ですよね。社会。社会は不承認ですよね。はい、そういう社会なんで、これ5番は正解ですねということです。じゃあ4番見ていきましょう。え最もふさわしいものですね。1番からです。 はい、えっ、ー、と、according t h i s article, which one of the following is not t h i これ not、a. ね Something that prevents more women from writing letters to newspaper.、ね、だから、女性が投稿しにくくなっていることの理由としての not. ね理由として上がらないものです。間違っているもの。どれかということですけれども、これは m ン n don't have strong opinion ね強い意見を持ってない。 わけじゃないですね。意見は持ってるんだけれども、自信がないから発信できなかったりとか、あとはネガティブなリアクション、発信したところだってニガティブまでリアクションがあるから、ね。発信することを拒んでしまうとかね。えあとは自分の意見をこう聞いてもらえないんじゃないかとかいうね、権利がないんじゃないか,とか。そういうことが理由として挙げられてましたけど、別に強い意見を持ってないわけじゃないですよね。はい。えなのでこれは3番は間違いですということです。 3番間違いなんでだから正解ですということですね。で、2番。えっ、ー、と。ここ、not justified のところですね。はい。ですけれども。つまりね、全然、要は、記事の内容と違う内容を投稿してたということですよね。はい。全然、その意見。 投稿された内容というのは別に何にも正しくないみたいなね。何の意味もないみたいな。何の変哲もないものが投稿されてたわけですから。えー、なので2番何が正解かというと、これは丸の1番かな。Many of the writers here read weren't well written ということですね。はい。えー、丸の、んこれは丸の2番は、そうですよね。1番が正解ですということです。はい、3番ですね。 え見ていきましょう。Sure ね、What does the article mean by social norm?、はい、社,会社会の規範って何でしたっていうと、社会の規範ってどういうものでしたっけ 社会は女性に対して、要は当たりが厳しいわけですよね。女性なんて。男尊女子みたいなところを言いましたけども、そういう内容ですよね。なので3番はこれ4番ですね。The commonly held idea that man's idea are more important than woman's idea. <S そうですねだ。女性よりも男性の方の意見の方が受け入れやすいわけですね。女性なんてっていうね、そういう風潮がありますということですね。だからそれを改善するために、なんかアメリカにグループがね、最後書いてありましたねということです。 4番、これはタイトルですね。タイトルはもういいですよね。どれが正解かというと、これは様ですね。How some people feel more or less c o n f i d e n t sharing their opinion than others do? そうですよね。つまり自信がないと。と女性の方が自信がないとういうことですね。 だってこれ1番とかもニュースペーパー、ニュースペーパーの話をレターズ中ニュースペーパーの話をしているわけではないですよね。それがメインテーマじゃないです。ね、それさらに次の2番とかも、えー、とオンラインに取って変わりましたみたいなね、えー、手紙がオンラインに変わりました。そういう内容を別に言いたいわけじゃないですよね。あくまでもじ男性と女性の今対比関係が起きててで、女性の方が自信がなくて男性の方が自信がある。これの話をしたいわけですよね。で、4番。 そうですね、ベーシックサイ,エンスサイエンスの話してるわけじゃないでしょで、ね。ここちゃんと作者の主張メインテーマでこれステップ1、ね、メインテーマをつかむ。ここがちゃんとできてるかできてないか。ちゃんとは男性と女性で対比関係がつかめてるか。 ねえー、そこに絡んでくる情報ですね。地震とかっていう情報もちゃんと絡んで把握できてるか。でここがす全ての肝になってくるかなと思いますで。5番見ていくと、これはどれが正解かですね。はい。Fat kind of people are most likely to write letters to newspaper ということですけれども、多くの人っていうのがこれは 2番、所以、people who feel appreciated in society. 自信があるわけですね。多くの人が自信がある。自分の投稿代表に自信がある。だけれども、一部でやっぱり女性っていうのは自信がなかったりするわけなんですけどね。ということで、これ2番が正解です。 はい、以上になります。お疲れ様でした。もう一度ね、まさな過去問、自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あれ、勉強というのは、対応思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度ね、自分の頭にすり込みをしておいてください。それから、他の大学の過去問に関しても、再生リストの方に大学別にまとめてます。もしよろしければ、そちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。